U20 女子アジアカップ2024制覇を目指し、決勝で北朝鮮代表とのリベンジマッチに挑むヤングなでしこと U20 日本女子代表。この両チームのキーウーマンになるであろう選手を AFC が特集を組み記事にしており、日本からは今大会大活躍の土方麻也選手が選ばれています。グループリーグ2位通過ながら3戦全勝でグループ A をトップ通過したオーストラリアを5対1で圧倒した日本。3月16日の決勝ではグループリーグで唯一の黒星をつけられた相手北朝鮮代表となっており、日本中からヤングなでしこに期待の声が寄せられています。この決勝で両チームのキーウーマンになるであろう選手を AFC が特集を組んで配信。日本からは今大会のトップスコアラーズにも名を挙げている土方選手が選ばれており、 AFC は土方が日本を栄光に導くと題してインタビューを交え、その実力の高さを称賛。この記事の中で土方選手は準決勝のオーストラリア戦でカーブをかけたシュートで3点目を奪いましたが、この試合でのパフォーマンスについて満足していないことを明らかにし、その理由として今大会すべての試合でもっと追加点を奪えなかったことが残念、それでも一つ一つの試合を通して成長し学ぶことを目標にしている。私たち日本のスタイルは前へ前へと押し出しアグレッシブに戦うこと。グループステージで北朝鮮に敗れた悔しさを晴らすと決意したので、勝利してチーム全員で感動を味わいたいと明かしました。また大会公式 SNS では、素晴らしいパフォーマンスでスタジアムを照らす未来のスターたちとのコメントともに、土方選手のゴールシーンが動画でアップされており、またトップスコアラーズにおいても今大会4本のゴールで韓国のチョン選手と並びトップとなっています。対する北朝鮮については、北朝鮮の15番チェ選手の躍動に期待と題して、準決勝の韓国戦で先制点を挙げたことが韓国選手を動揺させ、自国の選手たちに自信を与え、その後の2得点につながったことを書き記しており、チェ選手のアジアでも強い韓国を相手に、あのようなパフォーマンスを見せられたのだから喜ばないわけにはいかない、しかし日本との決勝ではさらに良いパフォーマンスを発揮しなければならないだろうとの言葉でまとめられ、グループステージでの再現勝利を絶望しているようでした。もちろんこの記事に登場した選手以外も躍動しており、日本の選手たちからは決勝で北朝鮮を破ってこの大会優勝を果たすことでいい印象をつけてから U20 女子ワールドカップに臨みたいという言葉も出ているようで、16日の決勝に向け準備は整っているようです。そんなヤングなでしこの選手たちには、決勝での北朝鮮戦はこれまで以上に難しい試合になると思うけど絶対に勝って優勝してほしいなどといった期待の声が続々と寄せられています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。決勝を前にみんないい顔してる。雰囲気も良さそうだし、決勝もいけるはずだ。決勝では北朝鮮にリベンジしてほしい。土方選手も AFC の推しとなっているようで、ぜひともまたゴールを期待したい。土方選手はドリブルがキレッキレで、シュートも落ち着きがあるのがいいんだよな。土方選手はどの試合でも動けて強い。フィジカルとのバランスが良くて、最終戦でも活躍間違いなしだな。個人的予想ではベストメンバーで挑む日本が北朝鮮相手に2対1で勝利。
そのうちの1点は土方が決めてくれると勝手に信じて応援する。エースの松久保選手が抜けた中でもきっとしっかり対策して勝利してくれるだろう。決勝での北朝鮮戦はこれまで以上に難しい試合になると思うけど、絶対に勝って優勝してほしい。ヤングなでしこの勝利を期待してるが、すでに対戦している相手なのでお互い十分研究してくるから、すごく面白い試合になりそうだ。日本と北朝鮮はこの大会の中でも頭一つ抜けたチームなので対戦が楽しみ。ぜひとも決勝ではリベンジして修正力と勝負強さを身につけ、4連覇を達成してほしい。決勝の北朝鮮もおそらくまた引いて守ってくると思うし、それを崩すのは難しい。日本の戦術が見ものだな。予定通り決勝では北朝鮮が相手。もう後のことを考えず全力で挑めるな。予選ではレベル的に北朝鮮の方が上だったと思うが、決勝は日本も本気。かなりいい試合になりそうだ。北朝鮮も日本の実力は予選と違うことくらい理解していると思うので、守りを厚くしてくると思う。日本はチャンスを生かしてほしい。決勝で頑張るヤングなでしこをぜひテレビ地上波放送してくれ。男子 A 代表が取れなかったアジアの頂をヤングなでしこたちにぜひともつかみ取ってもらいたい。今大会北朝鮮だけは動きが違うから、同じ相手に2度負けないようにしっかり勝って終わり、9月のワールドカップに向かいたい。